はい。おはようございます。沖縄、おばばです。はい。今日は出勤前の皆さんに動画、アップップーです。はい。えー、ご紹介したい動画があります。えー、これはね、コロコロのワクワクについてではなくて、ワクワク全体に関することですね。あのー、ゆっくり系の動画です。ぜひぜひ面白いので見に行ってください。えー、まあね、チュー。 中の者ですね。中の者。っていう行為がね、えー、私たちにどれだけ良くないかということをちょっと説明してたりもします。まあ、枠というよりもね、その医療行為がですね、どういう感じなのかということですね。皆さんよく理解してくださいということです。はい、えー、なんて言ったらいいんでしょうね。私もね、あのー、ちょっとアレルギーがあるんで、

そういう感じで、はい。ぜひぜひ、あの、皆さん。こちらね、新しいダフネズダイアリーです。はい。ね。はい。<laughs> またね、中読んでみて面白いものあったら、ぜひぜひアップしますので、えー、皆さんご期待ください。はい。そうですね。えー、まあ、イン、インのね、フルですね。インフルのね、えー、ワクワクもね、なんていうのかな。効かないんですよ、あれ。 まあ、無駄ですね、やるだけ。はい。そして、えー、あれですね、えー、ほぼほぼ、なんていうのかな。変な重金属とかがね、添加物として入ってたりしますのでね。はい。まあ、あのー、唯一ね、なんか認めてもいいかなと思ってるのが、これは私の個人的意見です。えー、注射じゃなくてね、 点尾式のやつですね。点尾式のフルミストっていうね。あの、生ワクワクだけですね。えー、あれはね、あの、添加物も入ってないです。確か。はい。えー、そして、えー、注射じゃなくてね、鼻っていうか軌道付近にね、えー、免疫をつけるもんなんで、あれだけはね、まあ、認めてもいいかなと思ってます。他はちょっとね、うーんって感じですね。 はい。<laughs> はい。これは私の個人的意見です。はい。えー、まあね。そういうことですので、ぜひぜひ見に行ってください。過去にね、いろんなことがありました。はい。ワクワクに関してはね。それ、結構私たち知らないんですけど、いろんな事実を語ってくれてます。ゆっくり系の動画です。それではね、今日も帰ってきたら、また皆さんに動画をアップしますので、楽しみにしててください。 はい。それでは皆さん今日も一日楽しくお過ごしくださいませ。沖縄おばばでした。